今回も質質問問に答えてみたいいと思います質問30代男性会社員コーチングを学び実践していますが何をやっても情熱を持つことができません、えー、アドバイスをお願いいたしますということで、えーとまあ、コーチングを学び実践しているということなんで、まあ、ゴール設定は、まあ、あえて言う必要もないと思うんですけれども、えー、おそらくゴールがきちんと設定できてないかなというふうに感じます。 えまずは気温中の気温ですけれどもゴールは現状のコンフォートゾーンの外側に高いところにゴールを設定するそしてそのゴールは自分が心の底から発生したいゴールであるということえー、っとウォントゥであるということなんですけれどもあの誰が止めてもまあ,あの実現したい誰が止めてもやり続けて誰が止めても、えー、実現していくぞというそういうエネルギーが出てくるようなゴールですね。で、えーっと まずはここを改めて押さえてですね、ゴールをしっかりとあの見直すタイミングかもしれないし、根本からあのゴールを考えてみるということも必要かもしれません。で、あの、まあ、ゴール設定の中で、まあ、自分はとても重要視しているというか、まあ、これはルータイスとマルチャーカーゼから学んできている、えー、理論の中で、このゴールに関してですけれども、えー、たくさんあるゴールの中で、やはり一つ、二つ、三つぐらいですね、抽象度の高い、 いわゆる利他的な社会性のあるあのゴールというのを設定することをこう推奨してるおすすめしてるんですね。それはあの中小の高いゴールっていうのはより多くの人が利益を得るようなより多くの人がハッピーになるようなゴールということなんですそのゴールが実現した時により多くの人がハッピーになるようなゴールですよね。そういうい利利他他的的ななゴゴゴーーール、ル、ル社会性のあるるを設定すすとですね。 まあ、あの自分一人で実現するというよりはあの協力者が出てきたりとかですね、えー、たくさんの人とあの一緒に進めるプロジェクトが、えー、立ち上がったりとかするそんなことが起きてくるんですねそうするとですね、えー、とお互いにこう高め合うコレクティブエフィカシーの空間も自然とできてくると。 そういう感覚にもなってくるので結果としてですね、まあ、いわゆる旗から見たらすごく情熱的でいつもやる気があるねモチベーションが高いねっていうような状況になってくるはずです。自、まあ、自分自身も社会貢献のプロジェクトとしていくつか、 えと活動してきてますけれども PX という子ども向けの、えー、コーチングプログラムセルフコーチングプログラムがありますけれどもこれを、えー、と子どもたちに届ける活動あとはジュニアナイト卓絶騎士養成プログラムということでこれトマウチカセが、えー、イタリアの王子と共に作り上げたさら、えー、に PX プログ PX2 よりもさらに若年層に向けたあのコーチングプログラムこれも広げる活動をあの社会貢献としてさせていただいてます完全無償なのでえ利益を得るものではないんですけれどもこの活動をすることによって子供たちの笑顔に出会えるんですねそして子供たちが思いっきり未来を変えていくきっかけにもなる、えー、と導入したあのそういうクラスとかですね学校単位で導入したりする場合もあるわけですけれども あと後からですね学校の先生から、えー、子どもたちはこうなりましたとか実際に子どもたちの声もですねアンケートであの確認することはできるんですけれども例えば高校1年生が実は諦めていた留学をやっぱりあの目指すことにしましたと留学を目指して英語を勉強を頑張りますと。 将来留学して世界レベルで活躍するというゴールを設定することができましたありがとうございましたそんなあのアンケートも実はあのいた,だいたりとかしてるんですねそうするとですね子どもたちにマインドの使い方を教えるということで子どもたちの未来に向けた可能性をこうやって思いっきり広げるというお手伝いができてるなというそういう喜びですよねその喜びのために、えーまあ、社会貢献活動ができてるということうこれはたから見たらですねあのお金ももらわないし逆にある意味 この交通費とかそういっったものの持ち出してやってやるので、えー、と情熱あるねっていう感じで時々言われるんですけれども、まあ、これはですね自分の中にはあ確かに情熱はあるけれども、うん、まあ普通にやってるかなとゴールがあるからこのゴールを達成したいっていうねあの子どもたち全,全世界の子どもたちにこのコーチングを届けたいっていうゴールも自分は設定してるので、えー、とそのゴールがあるからこそこれは当たり前のようにやり続けてるわけですね。 ということであのゴールがあればですね内面のエネルギーは勝手に出てきて気が付いたら行動を起こしているということそしてその行動を傍から見たらあすごいやる気があるねといつも情熱を持って、えー、いろんなプロジェクトを進めてますねっていうふうに言われることはあ,のあります。ということで自分の感覚で言うとこの情熱を持つっていうのも まあ言われてみればそうかもしれないけれどもあのいつも内面のエネルギーは高い状態なんでそれが情熱といううに感じることはもちろんできますけれどもあくまでゴールがあるから結果としてそういう内面のエネルギーが高まってるなという感じでしょうかねまさにこのコーチング理論そのままなのでぜひですね情熱を持つことができませんというこういう質問をいただいてますけれども。 えーとゴールをですね、えー、現状の外側に設定するそしてそのゴールからエネルギーが出てくるそのエネルギーの源泉はゴールにあるということをもう一回確認してみると、えー、いいんじゃないかなと思いますそしてできればですねより多くの人がハッピーになるようなより多くの人が利益を得るようなゴールを設定しそしてそれをですね本気になって追いかけるということを、えー、実践してみるとですね結果としてあの内面のエネルギーが高まって 情熱とといいいいううものが生ままれてくるんじゃないかなかううに思います、まあ、今もですねツイッターとかですね YouTube を実は毎日更新をしてるんですけれども、えー、とこれも旗から見たらですねすごい頑張ってるねとかあとはあの毎日更新大変じゃないですかって言われることもあるんですけれどもその大変だとかあのやんなきゃならないというふうに思ってやってないので当たり前のように努力してますとか頑張ってますという感覚はなく あのやってるだけなんですね自分自身は、えー。ということなんでこういう感覚がまさにコーチング理論で気がががいいいたら行行動動起起ききててるる、えー、継続的なななとととうこのか思います自分自身はコーチングをとにかくあの必要な人に届けたいという思いで活動しているので、えーまあ、情報発信を毎日やるのは、まあ、当たり前かなという感覚で。 えー、やってます。やらなくてはならないという感覚は全くなくて自然と毎日そういう情報を発信するのが、えー、まあ普通な感じになってます。で結果として例えば Twitter とか YouTube とかだと、ね、コメントをいただくんですね。 そういったものを見るとですねああやってよかったなっていうふうに日頃感じることができますので、まあ、ここもですね一つ、えー、と一人でやってるという感覚は全くなくてですね、えー、と継続できる一つののポイントなのかなかと思いますあの。自分自身でやり続けるその孤独感を感じるのではなくてですね例えばいろんな人とこうプロジェクトを一緒になって進めてみたりとか そしてあとはあの関係する人がどん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 増えてくるネット上でも共感してくれる人がコメント書きをしてくれるだけで非常に嬉しくなってまたやってみようかなっていうこうまた次に向けたエネルギーに変わってくるということですねこれはえとやはり大きな意味でのコレクティブエフィカシーの空間がえ少しずつ広がってるなというふうに感じているので、まあ、それも楽しみながらやってるということですね。 えー、ということで、ぜひ何をやっても情熱を持つことができませんという、この質問に対しては、えー、今回の話は一つヒントになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ繰り返しチェックしてみてください。また、あの、えー、感想とかですね、こんな変化がありましたというね、たくさんコメントをいただくようになってますけれども、必ず見てますので、えー、ぜひ今回もですね、コメント書きをお待ちしております。今回は以上です。ワクワク様でした。